UJ でございます。ね、今日はですね、ここにありますベンチレーター2、これをね紹介したいと思いますけど、見てください。ベンチレーター2ということで、ネオインストゥルメントのね、まさにロータリーキャビネットシミュレーター、まあ分かりやすく言うと、まあ、レズリー SP がですね、それをですね完全にこのボックスの中で再現したという、このね素晴らしい、もうものすごいね、やっぱね、この空気が揺れてるの分かるでしょ、このすごい音してるね。もうそこになんかレズリースピーカーがいるとしか思えないもん。音聞いて分かってもらった通り。ですね、基本的にレズリーのね122という木製のキャビネット型のね、有名な機種がありますけど、それを完全にシミュレートしたというものがこのベンチレーター2になります。見ての通り、今このね私ヤマハの MX61 っていうのをつないでますけど、これねステレオの状態で。インプットが LR でつながってて、でステレオの状態で、アウトすると。もちろんこれはモノインモノアウトにもできますけどね、そういう接続ができます。これ、ステレオインに入ってるんで、これバイパスの状態だと完全にステレオの音場がねこう生きてる状態で、例えばこういうもう完全なるもうトゥルーバイパス状態で、アウトプットされるんで、でこれがオンにした状態でこの音にこのベンチレーターの、状態がかかると。バイパスでオンにしてもうロータリーキャビネット状態になると。これはすごいですね。もうびっくりって感じだけども、まあ一番似合うのはやっぱオルガンだわね。まあこのオルガンの音でちょっと紹介したいと思いますけど、でパネル見てみましょうか。5つのノブがこのようにあります。5つのノブありますね。で、下にこのスイッチが3つありますけど、バイパスでこれがバイパスですね。オンにして、ね、ベンチレーターの効果が入ると。でここでスローとファーストの切り替えがありますね。これローとハイ、わかりますね。このローレズリースピーカーってローのローターとね、ハイのこのホーンのところが回ってるんですけど、これがこのように回ってると。微妙にこのローの回転数とハイの回転数が違う、ね、感じがこの、その独特のドップラ効果が出るんだけども、ちなみに今スローでしょ、ファーストにしてるんですね。でスロー、これ気づいた人は気づいたと思うんだけど、ローとハイ、ハイというのはあのホーンが急に割と早めに回るんだよね。でローっていうのは、結構重たいこのローのなんかこうモーターみたいなのがあるんで、当然回転数が違うわけ、ファーストとスローを切り替えた時にね。その効果が見事に出てますね、この点滅の通り。素晴らしすぎる。それぞれのつまみ見てみましょう。ちなみに、ここファーストのスピード、ファーストの時の速さね、ちなみにだいたい2時の方向、にするとレスリーの122と全く同じ状態になりますね。でバランスというのは、ハイとロー、まあホーンとローターの、組み合わせ、このミックスバランスだね。
でドライブ、ドライブはこの歪み具合というかね、ちょっと歪むの分かりますね。このレズリーの歪みながら回ってる感じがもう本当によく出てるんです。すごいなこれ。そしてこの、横の2つですけど、ミックス、ローのミックスとハイのミックス。ちなみにハイを下げてローだけにするとローのね、ですね。ちなみにハイだけ上げるとこのハイのドップラー効果が出てるでしょ。俺の好みはね、ローは12時でハイはちょっと3時ぐらいの感じ、これでドライブも2時ぐらいの感じにするのがね、あの一番好きなレスリーの感じで。すごいです。ちなみにまたカメラさん寄っていただいて、下の方にね、また白い文字で書いてあるんだけど、これは、なんと、ですね、裏モードっていうかね、バイパスとスローファーストを押すとピコピコって点滅するんだけど、この状態にすると今度裏モード、こうスローのスピード、アクセレラレーションっていうのはそのスローからファースト、ファーストからスローに戻る時の速さですね。でモードはね、これギター用にも使えるしキーボード用にも使えるんですけど、それの切り替えですね。でリモート、ちなみに今リモートを実はサスティンペダルでやってます。これわかります？でリモートでどういうストップからスローにするかとか、スローファーストにするかとか、いろんなモードがあります。ここで切り替えられます。で全体のバランスね、ということがここでできるようになります。まあよくできてますね。またバイパスとスローファーストで元に戻りますけど、これですよ。ちなみにここにもね、裏パネルにもロー、ね、インピーダンスの切り替え、こういう風になってますね。いやよくできてます。ネオインストゥルメント、これね、ミニベントのミニっていうのも以前私紹介しましたけど、まあそれの兄貴分って感じですけどね。ミニベントはモノインステレオアウトでしたけど、こいつはステレオインステレオアウトになってるっていうところと、細かい調整がここでね、10のパラメータをこう動かせるんで、そういう面では非常に良いかなと思いますね。ミニベントからこのベンチレーター2にこんだけ進化してしまったと。これはねやっぱりこのバイパスにした時にもう完全なるトゥルーバイパスなんで、これはですねキーボーディストの方もう要注目って感じでございますね。ぜひこのベンチレーター2でもうガンガンにオルガンサウンド、オルガンサウンド以外にも、これ以前もね俺紹介したんだけど、結構よく使うのがねエレピ、エレピに使うとね最高にいいから、ちょっと聞いてみましょうか、ね。例えばねこんな感じの、普通のバイパスだとこれが普通の状態ね。これにオンにするレス、これね回転スピーカーレスリーが入るとこの、
昔ジョーサンプルがスクラッチというアルバムで、ガンガンに弾いてましたけど、その状態、ローズにね、まさに、レズリースピーカーにローズをつないで弾いてたんだけど、もう全く同じ状態の音が出ますね。素晴らしいです。とか、あとストリングスにレスリーを使うとね、これがまたね、たまらない感じになりますね。例えばね、こういう、これがなんかこのメロトロンみたいな感じになるでしょ。これがね、本当にすごいですね。ちなみに、この中にギターの音色ももちろん入ってますよね、シンセサイザーには。例えばね、こうアルペジオで弾いた感じもいいんだけども、これでベンチレーター2入れるとですね、もう最高にいいですね、この感じ。例えばね、なんかこんな感じのフレーズ、アルペジオにも最高にいいんじゃないかなと思いますね。だからオルガン以外にもガンガンにこのサウンドメイキングとして使えるという面で、ベンチレーター2、もう全てのサウンド、シンセサイザーもう新たな武器となるんじゃないですかね。やっぱり内蔵、シンセサイザーに内蔵されてるロータリースピーカーエフェクトの息とは全然違いますね。やっぱ空気が揺れるも、もう風がビュンビュン吹いてくる感じ。ぜひ皆さんもこんな感じでですね、ベンチレーター2楽しんでいただきたいと思いますね。ベンチレーター2でした。